砂山の中にこんなものがあるとは。他にもあったりすんのかな。へえ。What's up?Can you even keep up? よっしゃ、行くぜ。手加減はなしだ。ビビってんのか。シャー、ついてこれる。ガンガン行くぜ。ほら来いよ。受けてみな。ぶっ飛べ。よし。もらった。せい、勝負しろよ。勝負あったな。いい調子だぜ。お。疲れてきたな。びしょびしょだぜ。やってやるぞ。かかってきやがる。ぶちかまって。相手してやる。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。俺の番だな。来いよ。行くぜ。おや。手加減はなしだ。腰抜き野郎が。どうした。ガンガン行くぜ。さっさと来い。調子出てきた。ついてこれるか。叩き潰す。よし。やった。よし。よし。よし。ハロー。Can you even keep up? やんのかこの野郎。よし。どうした？行くぜ。はっ。やがれ。お。ぶちかます。おら。調子叩き潰す。おお。ガンガン行くぜ。
legs are shaking. ほら、来いよ。受けてみな！ぶっ飛べ！俺の番だな。やっ！あらよっと。まあ、この悪くない気分だぜ。どうした、ナンシー？遊びたくなったのか？まあ、こういう広いところも久しぶりだし、好きにさせてやるか。つか、あいつ海水って大丈夫なのか？まあ、あの偉人町のドブ川を生き抜いてたわけだし、大丈夫か？本人も楽しそうにしてるし。ついうとうとしちまった。ナンシーは？いた。おい、そろそろ行くぞ。へえ、随分とキラキラしたヤドカリだな。海も綺麗ならヤドカリも綺麗ってか。おめえ、もしかして。
ますか？そこのあなた、水難事故は1秒を争います。2人の方が早く運べる。ご協力お願いできますか？分かった。大丈夫なのか？息をしていない。今から心肺蘇生を行います。頑張ってくれ、アンちゃん。先ほどはありがとうございました。さっきのアンちゃんは助かったのか？ええ、今病院から連絡が来ました。正しく処置できたこともあって命に別状はないとのことです。そうか、そりゃよかった。これも運ぶのを協力してくれたあなたのおかげです。なあ、申し遅れました。僕はレイモンドと言います。このビーチでライフガードをしています。俺は春日だ、よろしくな。ライフガードってのはライフセーバーとは違うのか？ライフセーバーはボランティアなんです。対してライフセービングを職業にしている人はライフガードと呼ばれるんですよ。なるほど。まあ単純にアメリカではライフガードが多いのだと思っていただければいいですよ。おお、レイモンドちゃん、今日もビーチのパトロールかい？感心感心。こんにちは。今日は少し波が高いのであまり沖へは出ないでくださいね。わかってるわかってる。泳ぎが得意だと思ってる人ほど油断するだろ。いつも言われて耳にタコができとるわ。あら、レイモンド君、今日もいい天気ね。今度またうちの店に食べに来てね。こちらこそ、こないだはごちそうさまでした。またそのうちお伺いしますね。暑いですから水分補給をお忘れなく。随分と親しまれてんだな。ああ、すみません、話の途中に。いや構わねえよ。にしてもすげえ人混みだ。これが毎日だろ。ビーチを監視するのも大変なんじゃねえか？そうなんです。これだけのお客さんに対してはライフガードの数が足りてないのが実情なんです。鍛え抜かれたフィジカルに正義感、命の大切さを知り勇気を持って人命救助ができる、そんな人材を常に募集しているんですけどね。人手不足はなかなか解消できず慢性的な課題なんですよ。ビーチは広いですから、できるだけ多くのスタッフで困ってる人のサポートをしたいのですが。そうなのか。あのよ、もし迷惑でなかったら俺もそのライフガードの仕事手伝うぜ。え、春日さんは？もちろんレイモンドみたいに何でもはできねえからやれる範囲でって感じだけどさ、俺もこの海を楽しませてもらってるし、その恩返しってわけじゃないけど、困ってる人がいるなら力になりたいからよ。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえるなんて嬉しいです。ぜひお願いします。本当に猫の手も借りたいくらいだったので。そりゃよかった。少なくとも猫よりは役に立てるように頑張るよ。で、手伝いって何をすりゃいいんだ？そうですね、いろいろとお手伝いいただきたいことはあるのですが、日差しも強くなってきましたし、熱中症の人がいないかのパトロールですかね。春日さん、今お時間ありますか？そうだな、なあ、ビーチで熱中症の人がいないかパトロールすりゃいいんだな。そうです、この時間は暑いですから気づかないうちに汗をかいて
脱水症状になりやすいんです。楽しく遊んでる途中で急にめまいがして倒れてしまうというケースも結構あるんですよ。なるほど、自覚がないパターンもあるのか。それは結構怖いな。ええ、そうなんですよ。なので声かけが大切になります。春日さんには水分補給用のお水をお渡ししますので、熱中症っぽい人や脱水症状の人がいたらその水を飲ませてあげてください。シフト制なので時間が来たら次のスタッフと交代となります。パトロールに熱中して我々が脱水症状になったりしたら笑えないですからね。それは確かにそうだな。ではよろしくお願いいたします。
春日さん、全て配ってくれたんですね。ああ、結構必要としている人がいたからな。しっかり渡してきたぜ。お疲れ様でした。これは今日のお礼です。そうだ、これもどうぞ。春日さんも水分補給しないと。お、サンキュー。うまいな。水のありがたさがわかるぜ。しかし少しビーチを回っただけだが、困ってる人は結構いるもんだな。ええ、トラブルの内容も人によってバラバラですから、よく見極めて対応する必要があるんです。命に関わることですからね。でも苦だと思ったことはないんですよ。みんなの笑顔であふれるこのビーチが大好きですし、この仕事にはすごくやりがいを感じています。そうか、どんな仕事でもやりがいがありゃ楽しいもんだよな。でも多くの命を救ってるんだ。すげえ仕事だよ、ライフガードってのは。これからも時間ができたら手伝わせてもらうぜ。ありがとうございます。またいつでもお待ちしています。おっと、今度は僕がパトロールしないといけない時間だ。それでは春日さん、また。やれやれ、忙しいな。それだけやることに対して人が足りないってことか。もっと増えればいいんだろうけど。海を楽しむ人の命を守るか、本当立派だぜ。また今度来た時にレイモンドに声をかけて手伝うとしよう。そうだ、やんだみてえだな。なかなかいいのが撮れたな。よう、いい写真撮れたのかい？ああ、バッチリだ。最高のショットが撮れたよ。やっぱ写真を撮るならハワイが一番だな。確かにビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。写真撮るには最高なんだろうな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか。ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか？まあそんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事で来てんだい。
カスが一番だ。よろしくね。俺はジョージ・クロキ。トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな、カスガちゃん。さて、写真が見たいんだったな。ほれ、見てみろ。自信作ばかりだ。どれどれ。ああ、ああ、最高の写真ばかりだろう。どうだい？じゃねえよ。なんだよこれ、全部怪しい連中の写真じゃねえか。そりゃそうさ、俺は怪しい連中、不審者専門のカメラマンだからさ。不審者専門のカメラマン？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さをする不審者が多い場所なんだが、最近変な被り物をした不審者がハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な動画がネットでバズってな。その動画の真似をして被り物をしてバカなことをする愉快犯みたいな連中がハワイでは急増してるんだ。つまり不審者専門カメラマンの俺にとって最高の仕事場所ってわけさ。仕事場所って、そもそも不審者の写真撮るなんて仕事儲かるのか？それがそこそこ儲かるんだよ。この写真に誰が金出してくれてると思う？不審者マニア？なんだよ不審者マニアって。これに金出してくれるのはな、警察だよ警察。警察？ああ、さっき言っただろ、誘拐犯が増えてるって。警察も手を焼いてて何とかしたいらしくてさ、そこでお声がかかったのが俺ってわけ。いつも変な奴らの写真撮ってる俺を使って、あいつらを効率的に取り締まりたい、だから協力してくれってさ。協力って、ただ写真撮るだけでどうやって？簡単に言うと、俺が撮った写真を元に警察が不審者を見つけて捕まえてるんだよ。俺がここから不審者を撮るとすぐに警察に写真データが行くようになってる。それを元に不審者の場所を特定して現行犯でとっ捕まえてるんだ。写真で決定的な瞬間を収めれば、それを犯行の証拠にすることもできるし、一石二鳥だ。まっ、つまり俺は不審者逮捕に貢献できる尊い仕事をしてるってわけよ。なるほどな。だから不審者ばっかり取ってたってわけか。ああ、トロリーはハワイ中を効率よく回るのに最適な乗り物だ。だから不審者探索にももってこいなのさ。まさか不審者連中もトロリーから自分たちが見られて取られてるなんて思ってもいないだろうしな。結構楽しいんだぜ。一般人の中から変な被り物をした不審者を探して撮るゲームみたいだろ。確かにそう言われると楽しそうではあるな。なら寄ってみるか。え、俺が？カメラとかあんまり使ったことねえけど、できるかな？気にすることねえさ。何も芸術的な写真を撮れって言ってるわけじゃねえんだ。被り物してる不審者探して見つけたら撮る、基本はそれだけで OK だ。小難しい技術は必要ね。ただ被写体はなるべくでかく、なるべく真ん中で撮ることを目指した方がいい。そっちの方が報酬を多くもらえるからな。余裕があったら狙ってみろ。分かった。じゃあ試しに一度やってみるよ。ああ、しっかり不審者撮れよ、春日ちゃん。ガンガン撃射するぜ。まあまあだな。いい感じだな。絵が撮れたな。
取れたな。いまいちだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。もっといけそうだ。感じだな。もっといけそうだ。いい絵が撮れたな。いい感じだな。もっと狙わねえと。いい絵が撮れたな。取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。感じだな。いい絵が撮れたな。いい写真が撮れたぜ。お疲れ、カスガちゃん。なかなか数字がいいじゃねえか。初回にしちゃ上出来だ。そうかい。だが、なかなか難しいもんだな。急に出てくる不審者も多いしよ。まあ、不審者なんてのは大抵急に出てくるもんだからな。だが、奴らにもある程度パターンがあるからよ。それを覚えちまえば、結構サクサクいい写真が撮れたりするんだ。春日ちゃんなら何回かやれば優秀な不審者スナッパーになれると思うぜ。俺が保証するよ。ああそうそう、これは今回の報酬だ。初回だし弾んでおいた。受け取ってくれ。本来は取れた内容によってポイントが付与されて、そのポイントを現金とか物と変えられるシステムなんだけどよ、今回は特別だ。あとそうだ、これもやるよ。カメラ？こんなのもらっていいのかよ。ああ、俺は同じやつもう一台あるからよ。遠慮しないでもらってくれ。警察から撮影を頼まれている路線はここ以外にもいくつかあってよ。それぞれ撮影の難しさや不審者の種類も微妙に違うんだ。まあ、とりあえずは一番撮影しやすいこのアロハビーチ周辺で腕を磨いて、慣れてきたら他の路線にも挑戦してみる感じでいいんじゃねえかな。わかった。カメラもせっかくもらったし、世のためにもなるってんなら微力ながら協力させてもらうよ。ありがとうよ。わかんねえことがあったり何かあったらいつでも声かけてくれや。わかった。じゃあよろしくな、カスガちゃん。おう。ひゅー、
あそこ不審者がいっぱいいる。ふう、たまんねえな。ママ、あの人は？不審者よ。目を合わせちゃダメ。おいおい、迷子か？あんたは約束通り金を持ってきて、これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。3日前俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。来たぜ。本当か？日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いねえ。じゃあパスポートはここに？いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区？
バラクーダのアジトのことだ。バラクーダって昨日のあいつらか。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて見張りも厳重だ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。パスポート？何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになるってわけだ。そういうこと。だからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだ。用事っつっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。バカ言え。あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや、茜さんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。千歳から何とか手がかりを聞き出して。第五地区に入る方法は他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。あ、あるのか。聞かせてくれ。さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。その巡回役の警官がローマンって男でな、当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。そのローマンってやつになしつければ月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くっそ、よりによって警察かよ。お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。これはローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ、5万ドルはせびってくるぜ。5万ドル？それってと500万円かよ。それもキャッシュでだ。お前らにそんな金はねえだろ。ローマンに会うだけ時間の無駄さ。いや、会わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。何事も交渉次第だ。ふん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。なあおい、待てよ。ん？どうした？悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くようなもんだ。危険なのは分かってる。だが俺たちにはあまり時間がない。第五地区に乗り込むのが一番の近道なら、そうするまでだ。うん、それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してえだけだ。
うまくやりゃバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろ。だからその考えが甘すぎだってんだよ。俺らはよそもんだからよ。バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした？その様子はそれだけじゃねえみてえだ。なんかあったのか、バラクーダと。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。ああそうだな。それによかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろ。そういうこと言います？あまり楽しい話じゃねえし、短くも済まねえからな。もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。おめえもともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな、そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はねえ。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった。なんで俺がこんな目に遭ったのか、それが分かったのは無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ、話を聞いたんだ。おめえ以外にも？ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ？刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もねえ。きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺はこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。有金はたいて銃も手に入れた。復讐か。マリー、それに生まれるはずだった願望の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。
俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富沢、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな集体晒しといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよ。と、話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だ。ですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと異議ありだ、富澤。はおめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな、そこは間違えんなよ。そんだけ辛い目にあったんならもうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら、前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ、俺らはよそもんだし英語もだいぶ怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強え。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえ桐生さん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ、富澤。それでうまいこと乗せたつもりかよ、大君。バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。ああ、分かったよ。もう行くよ。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。なあ、そう来なくっちゃな。頼りにしてるぜ、富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。
おう。Go over your cat. かかってきやがる。ぶちかます。ほら来いよ。相手してやる。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。調子出てきたぞ。ついてこれるか。You're wasting your cool. スキャー。ビビってんのか。よし。手加減はなしだ。一丁上がりだ。また強くなっちまった。いい感じだな。アルハ。スピーカーの。アロー。はい。日本にも大道芸人はいたが、こっちは気合い入ってんな。道端で人が吐いてんじゃねえか。迫力すげえや。ここのパフォーマンスは結構歴史があるからな。観光客にも人気のスポットなんだ。ここから有名になるパフォーマーも結構いるんだぜ。へえ、登竜門的なもんか。そういえば偉人町でギター弾いてた二人組がメジャーデビューしてたな。それと近いもんなのかも。路上からプロのミュージシャンか。夢のある話だな。俺らも路上ライブやってみっか。スカウトされちゃうかもしんないぜ。そしてメジャーデビューってか。それも楽しそうだな。よっしゃ、俺たちの美声を世に轟かせてやろうぜ。まずは楽譜の勉強から始めないとな。そこは真面目なんだな。アロハ。Thank you very much. 気合い入れる。I'll sue you!
後悔するなよ。俺の番だな。やんのかい。ガンガン行くぜ。レッツゴー。あれ手加減はなしだ。腰抜け野郎が。ふん、引けるよ。ふん、よし。こう見えるか。はっ、どりゃ。ぶちかまっ。調子出て手数がいるな。よっしゃ、勝利勝利。まだ強くなれるとはな。いいえ。
いいえ。なんだ？はい。はい。
するなよ。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。相手してやる。タスルユ。ふん。よし。あ、そうよ。手加減はついてこれるか。出てきたぜ。シンプルにいいんだよ。ああ、いい状況、いい調子だぜ。
おう。はい。はあ。準備はできてるぞ。なあ、
アロハ。ヘイ。アロハ。アロハ。Not a show, shithead.
エナジードリンクの新しいフレーバーが出てる。こっちのエナジードリンクは日本よりパンチ効いてるよな。ああそうかもな。眠気も一気に吹っ飛ぶぜ。ただずっと飲んでるとだんだん体が慣れるんだよな。慣れる？眠い時に同じフレーバーをいつも飲んでたら、それを飲むと逆に眠くなるという現象が起こるんだよ。だから新しいフレーバーが出てくれるのは助かるぜ。喜んでんのはいいんだけど、それお前の体大丈夫なのか？よっしゃマジで？太っ腹だね。そんじゃ、いただきます。何でもできそうな気分だ。ハロー。アルハ。うん？
待てよ。するなよ。手加減はなしだ。ほら来いよ。寝てるわ。行くぜ。出てきたぞ。叩き潰す。こねえのか。東京だけは買ってやる。なったよこいつ。強すぎる。おめえらが募金詐欺の元締めだろ。あの子はもう抜けさせてやれ。もう十分甘い汁吸ったんだろ。これ以上まだやるってんなら容赦しねえ。また詐欺やってるの見かけたら何度でもてめえらを潰しに来るぜ。わかりました。もうしません。勘弁してください。無事か、キアナちゃん。はい、助けていただいてありがとうございます。礼ならこいつに言ってやりな。体張って必死にあんたを守ろうとしたんだ。ありがとうございました、沢井さん。私なんかのために。キアナさん、無事でよかった。あの沢井さん、今まで騙していてごめんなさい。実は寄付なんて全部嘘だったんです。私小さい頃に親が借金を残していなくなってしまって、困り果ててた頃にあの人たちと出会ったんです。人助けをしながらお金も稼げる仕事があるって聞いて飛びついてしまって。バカですよね、そんな仕事あるわけないのに。蓋を開けてみたら観光客から寄付を募る詐欺でした。引き返すこともできず嘘の寄付を募る毎日。どれだけお金を集めても私の取り分は利子を返せる程度でした。最初は心が苦しかったはずなのに、だんだん何も感じなくなっていった。幸せのない真っ暗な毎日に慣れていったんです。それからたくさんの人を騙しました。あなたも。でもそんな最低な私に優しくしてくれた人が一人だけいたんです。その人はこんな私に毎日優しい言葉をかけてくれて、雨が降ったら傘までくれて、
自分は濡れながら走っていくような人、あなたです、沢井さん。キアナさん。私は優しくされる資格のない最低の人間です。だから優しくしてもらったのは本当に久しぶりのことで、本当に嬉しかった。でもそれよりも本当に苦しかった。苦しい？こんなに優しくて素敵な人を騙していること、騙されていることはきっと分かっているのに、それでも自分に笑ってくれる人を裏切り続けること。あなたが優しくしてくれるたびに罪悪感のナイフが私を切りつけるんです。本当はあなたの笑顔を見て素直に笑い返せるような自分になりたい。でもなれない。後ろめたくて辛くて、これ以上自分もあなたも傷つけたくなくて、あなたから逃げたんです。でもその結果こんな危険なことに巻き込んでしまった。本当にごめんなさい。泣かないでください、キアナさん。僕はそんなあなたの顔が見たくてここに来たんじゃないんです。それに僕はあなたに傷つけられてもいない。僕はむしろあなたに感謝しているんです。どうして？私はあなたを騙してひどいことを。詐欺目的だったのかもしれないけど、あなたは僕に優しくしてくれたじゃないですか。僕も日本で仕事がうまくいかなくて、ずっとバカにされてコケにされて、優しくされたことなんて最近全然なかった。こんな役立たずな僕はもう生きてる意味なんてないんじゃないか、毎日そう思っていました。そんな現実が嫌で僕はハワイに逃げてきたんです。そんな時春日さんやあなたが僕に優しくしてくれた。ホテルがわからなくて途方に暮れている僕に寄り添って助けてくれた。こんな僕のために誰かが優しくしてくれる。二人ともそれだけって思ってるでしょうけど、それだけのことでどれだけ心が救われたことか。沢井、詐欺はもちろんいけないことです。でも僕はそれでもあなたに優しくしてもらえて本当に嬉しかった。ありがとう、キアナさん。だから僕のことなんかで苦しまないで、いつもの素敵な笑顔を見せてください。沢井さん。いろいろありがとうございました、春日さん。ありがとうございました。気にすんない。それより二人はこれからどうするんだ？私はまずは自分の犯した罪をしっかりと償おうと思います。後ろめたさのない胸を張れる状態でしっかりと沢井さんに向き合いたいですから。そうか。罪を償い終えたらもう後ろ暗い生き方はやめて、ちゃんとお金を稼いで借金を返していこうと思います。僕と二人でね。はい。おいおい、もう熱々かよ。勘弁してくれよな。すみません。でも僕本気です。キアナさんと一緒に生きていきたいと思っています。一緒に働いて借金を返して、ここで素朴でもいい穏やかに優しいままで二人でずっと暮らしていけたらなって。ちょっと急な話ですけど、心からそう思っています。おかしいですかね？いや、いいんじゃねえか。人の恋路をとやかく言うような趣味はねえし、応援するぜ。何より
最初に会った時は死にそうな顔をしていたおめえが今は生き生きしてる。それが答えかもしれねえな。キアナだけじゃねえ、おめえも笑顔の方がいいよ。笑顔が一番成果って言うだろう。知らねえか。それは全然知らないですけど。とにかく春日さんには本当にお世話になりました。これはお礼です。本当にありがとうございました。それではどう、お幸せに。頑張れよ。お、困った困ったの。どうしましたか。僕たちにできることがあれば。あ、ありがとう。実はビーチサイドとかなんとかいうホテルに行きたいんじゃが。もしかしてホテルシーサイドじゃないですか。私たちの思い出のホテルなんです。案内しますよ。おお、そこじゃ。どうもありがとう。優しいカップルさんだね。誰かに優しくしてほしかった。優しいやつらか。境遇は違えど二人は似ているのかもしれねえな。いつまでも優しいおめえらのままでいてくれよ。どうしたぜ。
気分が乗ってきたぜ。開けてみるか。開いたぜ。手入れるか。どうした？行くぜ。ガンガン行くぜ。よし。手加減はなしだ。いつでもいいぜ。寝てるわ。俺の番だな。さっさと来い。出てきたぞ。腰抜け野郎が手数がいるな。何でも気分だ。開けてみるか。だぜ。
まだ大丈夫だ。よし、歌うか。燃やせ、燃やし尽くせ、ゴミにて。クソみてえな人生、クソみてえな自分自身、絶望に絶望を重ねて生きているボーイズ&ガールズよ、今すぐ立ち上がるんだ。積もり積もった絶望の頂から、お前らのプライドを見せてやれ。行くぜ、絶望ショー。キリンさん、おい、俺が一年中、おい、俺自身に絶望中、おい、ゴリも中を継続中、おい、青春の迷い、おい、神様も宇宙中、おい、ハックきっと失望中、おい、夢行きの高速道路、おい、渋滞中、おい、おい、おい、実はもう禁眼で、おい、歪んじゃってさ、キリンさん、やべえ、ずっと瞑想中、おい、今月が終わる、おい、積もり積もる炎、おい、にぶりにぶる炎、間違っててもいいからさ、汗ちょうだい。君はどう生きるんだ、誇りもしねえ人生が、刻一刻と無駄遣いのまま終わりに向かってるぜ。 Hey boy、 考えるんだ、その空っぽの脳みそで、right now、 見せろ絶望ショート。イエーイ、おい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 、キリンさん、光浴びず錆びついた胸の焼却炉で、絶望の頂からあいつらを見つけ出して、吐きだめの角になりやがる、見せつけろ絶望ショープラー。イエーイ、まあ、いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうよ。田村さん、よろしくお願いします。今日ね、私この放送前に昼前からですね、What you looking at?
びしょびしょだぜ。ウェイ、やんだみてえだな。やんのかこの野郎。ガムガン行くぜ。どうした。よし、お疲れさ。ガムガン、うわ、よし、ラバよ。Thank you very much. Hey, you! Ready for this? やんのかこの野郎。Done. We almost power. Yeah. よし。さっさと来い。Do your work. Try me, bitch. I don't got all day. Go ahead. Do so. All the time you need.行くぜ。おりゃ、はい、やがれ。ぶちかます。腰抜け野郎だ。カモン、タイムビッチ。相手してやる。ビビってんのか。イージーだ。さっさと来い。行くぜ。手数がいるな。俺の番か。ガンガン行くぜ。受けてみな。俺の番だな。ぶちかます。あれ、よし、いくぜ。いい状況、いい調子だぜ。これはまだ
車に気をつけて渡らねえと体が持たねえな。まあ当たり前だよな。ハロー。はい。I'm gonna crush you! どうした？行くぜ！ぶちかます！ Are you scared? ふんど！はぁ！俺の番だな。あ？やんのかい？ This is gonna hurt!俺の番か。ついてこれるか。Just try me. いくぜ。よし。Drop everything and screw out! やんのかこの野郎。よし。やんのかさっさと来い。Do your worst!どうした？行くぜ！手数がいるな。ほら、ガンガン行くぜ！ガツンと行くぜ！俺の番だな。強すぎだろ。いい調子だぜ。コツつかめたんじゃねえか。You asking for a beating? おお。ん？なんでもできそうな気分だ。ならず者の憩いの場って感じだな。あんたがローマ？おや、観光の方かな。ようこそハワイへ。楽しんでますか？と言いたいところだが、タコス屋のジェフから通報があったよ。
バラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってね。いや、町の危機を未然に防ごうと尽力する。彼は市民の鏡だ。抜け抜けとよく言うぜ。なるほどな、表向きはそういう体で行くのか。ジェフの野郎チクりやがって。俺たちはバラクーダに入団するつもりはない。第五地区に入りたいだけだ。お前が手引きできると聞いたんだが。まさか。俺は第五地区の巡回担当ではあるが、そんな裏で手引きだなんて。それに君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ。第五地区がどうのなどという話をしている場合ではないな。なあローマンさんよ、あんたにご家族は？なんだね急に。なあに、あんたくらい熱心な警察官ならさぞや幸せな家庭も築かれてるんだろうと思ってよ。それはもう別品の神さんと目に入れても痛くね自慢の息子がいるよ。今年ちょうど二十歳になる。まあそういえばあいつ車欲しがってたな。5万ドルはするっていうスポーツタイプのやつ。しかし俺は白球のしがない警官だからな。もし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどな。いないかなそんな人。本当に5万ドルせびってきやがった。ジェフの野郎、情報は確かだったみてえだな。さあどうする、払うのか。お、まあ払わないならここでゲームオーバーだ。見ての通り客はみんな俺の手駒だ。ここで起きる出来事は全部事故で片がつく。すがすがしいくらいのクズだな。ローマ、あいにく俺たちはそんな金持ち合わせていない。だが第五地区には案内してもらいたいんだがな。なんだお前。それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな。俺にも警察の知り合いが何人かいるが、どいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカばっかりでな。おい近づくな。おめえみたいなのが警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る。来るなって言ってんだろ。おいおい危ねえな。こっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ。Well, what are you waiting for? 富澤、行けるか？言われるまでもね。 These damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. I'll sue you! かかってきやがれ。俺の番だな。もらった。はっ。ガンガン行くぜ。腰抜き野郎が。相手してやる。おら。俺の番か。シャー。ほら来いよ。確認。テリー。危ねえ。ふん。おお、ぶちかます。ふん。さっ
と来い。受けてみな。よし、行くぜ。食らいやがれ。行くぜ。行くぜ。ついてこれるか。シンプルに行くぜ。ちょろい仕事だぜ。ガンガン行くぜ。ああ、おとなしくしな。俺の番だな。俺の番か。まだ強くなれるだな。くっそー。うわっ。この富澤クサゴラ。何やってんだよ。何って？もう少しで収束だったんだぞ、お前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよ、バカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。あ、おい、それよりここどうなってる？あ、いや、もういいや。キリュウさん、俺の髪の毛大丈夫っすか？玉かすったと思うんすけど、剥げてません？別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います？こいつ特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよ、チリチリ一体。お前はバラクーダの手先となって警察の立場を使って罪もない人たちに濡れ衣を着せてきた。間違いないな。ああ、そうだ。お前はこの二人、富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな。ああ、そうだよ。この野郎。富澤、その怒りはバラクーダに取っておけ。こいつはただの下っ端だ。クソ。俺に引っかぶせた容疑はきっちり撤回してもらうぜ。おかげでせっかくのハワイなのにろくすっぽ外も出歩けねえんだ。いいな、
わかったよ。そりゃどうも。要件はもう一つある。俺たちを第五地区に案内しろ。あんなとこに何の用だよ。観光客が行く場所じゃねえぞ。人を探してんだ。そいつは多分第五地区に隠れてる。第五地区に案内するのは不可能じゃねえが、俺にとっても危険な賭けなんだ。もしバラクーダのボスにバレたら。バラクーダのボスとやらが誰か知らねえが、俺もそこそこ怖いぞ。わかったよ、わかった。案内する。明日次の巡回があるんだ。正午に第五地区のゲート前に来てくれ。協力感謝するぞ。ハワイでの公然わいせつ罪は罰金1000ドルだったね。その金だ。5万ドルのスポーツカーじゃなくて悪かったな。桐生さん、すんません。オンに行きます。これでやっと無罪放免ってわけか。ひとまず助かったな、ローマンさんよ。富澤に感謝しろよ。ああ、そうか。What are you looking at? やんのかこの野郎。ガンガン行くぜ。ほらほら、俺の番か。いつでもいいぜ。寝てろ。俺の番だな。What? You got a problem? いい調子だ。
Just try me. ぶちかます。行くぜ。終わらせる。フラフラするぜ。また強くなっちまった。ハロLet him run away. 後悔するなよ。よし。やんのべ。Let's go. What? Come on, help. さっさと。やあ。やあ。俺の番か。ビビってんのか。俺の番だな。やあ！ガンガン行くぜ！ダオブロータ！はあ！一緒は敵の敵じゃねえか！調子出てきてるね。
You want some of this? Just try. Let's go. Easy, Bob. Do your work. Gatsun to iku ze! Aite shite yaru. Oshii. Ya! Ore no ban ka. Itsu demo ii de. Hobune! Gatsun iku ze! Hora! これが俺の真骨頂よ。映画館で食うホットドッグはマジでうまいよな。ああ、わかる。ポップコーンもだけど、映画館って場所が大事だよな。そう、あの雰囲気の中で食うのがいいんだよ。最近はホットドッグを食うために見たい映画探してるからな。それ、目的と手段が入れ替わってねえか。仲良し。Saying a show, dipshit.
did. I'll take your life. やんのかこの野郎。ぶちかます。腰抜き野郎が。受けてみな。潰れちまえ。よし。俺の番か。よっしゃ、勝利勝利。何でもできそうな気分だ。へい。お。開けてみるか。だぜ。はい。ああ。
ほう？うんうん。お、バイバイ。アロハ。Thank you.気合い入れるか。I'm gonna fuck you。 さっさと始めようぜ。俺の番だな。相手してやる。ガンガン行くぜ。調子出てきたぞ。よし、ぶちかまっ。準備はできてるぜ。後悔するなよ。ガンガン行くぜ。俺の番だな。どうした？もらった。おりゃ。叩き潰す。いつでもやれるぜ。いいコンディションだ。
調子に乗るのもここまでです。やんのかこの野郎。ぶちかま相手してやる。ガツンと行くぜ。ついてこれるか。こねえのか。かかってきて。さて。俺の番だな。行くぜ。放電準備。勝負しろよ。勝利勝利。ハロー。体が軽いな。What do you want?
ヒャッホー、どんなもんだい、ぶっ飛ばせ、ヤッホー、エクセレント、気分最高だぜ、ウッホー、ジュニア、エスリースーパークラスデッバリー、マイドリークレイジー、ヒャッホー、よく働いたな。よし、まあこんなもんだろう。準備はできてるぞ。Extreme!
く働いたな。よし、まあこんなもんだろう。
It's not a show, shithead. もっといけそうだ。いい感じだな。いまいちだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい感じだな。取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。もっと狙わねえと。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。写真が撮れたぜ。撮って撮って撮りまくるぜ。もっと狙わねえと。考え事か。撮れてるか。また頼む。
いいコンディションだ。やんのかこの野郎。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。調子出てきたぞ。手加減はなしだ。よし。俺の番だな。勝負しろよ。俺で勝負。いい調子だぜ。準備はできてる。 Get wrecked。 かかってきやがる。どうした？Go on, do this. This one's a doozy。 少年バカだ。 Screw you。 Try you, bitch。 Bring it。調子出てきたぞ。ついてこれるか。You think I'm stupid? いいぞ。Screw you! 俺の番だな。やんのかい？行くぜ！手加減はなしだ。 You think I'm stupid? Take this! 相手してやる。調子出てきたぜ。いつでもいいぜ。終わらせる。That's a choke load of blood. まだ強くなれるとはな。
ain't a show, dipshit. Hey, you! Sorry to hear you. Aloha. Thank you for stopping.人種だったな。まったくだ。俺らもヘトヘトよ。キリュウさんは平然としてますよね。やっぱ物がちげえわ。そんなことはない。意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。グラスは
3人分くらいはあるだろう。やりお、あるある、グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。挙句あの第五地区に突入か。人生何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それにお前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。ここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。もともと病一派に加わったのも、奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、俺なんか18年懲役食らってお勤め終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああ、そうだな、ああ、すげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富澤だからトミーだろ。かだっせえあだ名だな。やめろよこっぱずかしい。え、おいいじゃねえか。ねえ桐生さん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃきっとな。あ、すんません、話に熱中しちゃってた。キリュウさんもロックでいいすか。いや、俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。余命半年とそう言われてる。